はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。金融犯罪の国際監視組織、ロシアの加盟停止。ウクライナ侵攻で金融犯罪の国際監視組織、金融活動作業部会ファトフは2月24日、ウクライナ侵攻が国際金融システムの安全性促進という同組織の基本原則に違反したとしてロシアの加盟を停止した。ファトフはマネーロンダリング、資金洗浄やテロ資金調達に対処するため設置された政府間組織で、国際基準を設定して各国が基準を遵守しているか監視する仕組み。加盟停止措置を取るのは初めて。ファトフからロシアを除外するよう求めてきたウクライナは決定を歓迎し、さらに踏み込んでロシアをブラックリストに載せるよう引き続き働きかける方針を示した。昨年2月の侵攻開始から1年を迎え、国際枠組みからのロシア排除の新たな動きとなった。ロシアを国際金融システムから除外する動きが一段と強まる。ファトフは違法行為を防止するための国際基準の策定や各地の調査などを担っており、資格停止によりロシアはルール作りに関与できなくなる。ロシア国営タス通信によると、アントノフ駐アメリカ大使は加盟停止を危険な一歩と非難し、資金洗浄やテロ資金調達、大量破壊兵器の拡散に対抗する世界の取り組みが損なわれるとした。ロシアは加盟停止により会議出席や文書へのアクセスが禁止されるが、引き続きファトフメンバーにとどまる。このように報道されております。ファトフは G7 を含む39の国、地域、機関が加盟しており、その他9つのファトフ型地域体を加えると、ファトフ勧告は世界200以上の国、地域に適用されています。そして今後ロシアがファトフのブラックリスト入りする可能性が報道されております。現状ファトフのブラックリスト入りしている国というのは、北朝鮮、イラン、ミャンマーであります。もしロシアがファトフのブラックリスト入りをしますと、ファトフが制裁対象になる取引分野やその国の企業、団体、個人を指定、加盟国は制裁措置を定め実施することになる。元金融庁マネロン対策関係者、取引がゼロになるわけではないが、ブラックリスト入りした国への送金は難しい。経済評論家加谷氏との指摘があります。このように報道されております。今回動画冒頭でご紹介しましたニュースで、ファトフが2月24日ウクライナ侵攻が国際金融システムの安全性促進という同組織の基本原則に違反したとしてロシアの加盟を停止したと報道されている背景には、ファトフのブラックリスト入りしている北朝鮮やイランからロシアプーチン政権がウクライナを攻撃するためのドローンや砲弾などを入手していると指摘報道されていることが背景にあると言われております。ファトフとしましては、マネーロンダリングやテロ資金調達に対処するため設置された政府間組織という原則と、ロシアプーチン政権がファトフのブラックリスト入りしている国と関係を深めていると指摘報道されていることを考慮し、春以降の5月から6月にあるのではないかと見られております次の会合でロシアをブラックリスト入りにする可能性が高いと報道されております。ファトフのブラックリスト入りということになりますと、抜け道は背取りしかできないということになると報道されております。そして国際社会からは北朝鮮、イラン、ミャンマーと同じ対応を受けることになります。通常の国はファトフのブラックリスト入りしている国と取引すると、自国もブラックリストに指定される可能性が出てくるため、リスクが大きすぎて取引しない、または事実上できないと言われています。そして例えば中国などもこのファトフのブラックリスト入りしている国と公然と取引するということは、中国自身もブラックリスト入りするリスクが出てくるため、リスクが大きくできなくなるのではないかという指摘もされております。ファトフがある国をブラックリストに指定するには多数決などの決定方法があると言われておりますが、国連と違い、ある特定の国が拒否権を持っているということではないので、次回の会合でロシアがブラックリスト入りする可能性は高いと報道されております。ロシアがファトフのブラックリスト入りということになりますと、ファトフ勧告が適用される世界200以上の国、地域と一切取引できなくなり、送金できなくなる可能性が高いことから、スイフト排除よりも厳しい情勢にロシア経済が直面する可能性も指摘されております。またこうした情勢に加えまして、ロシアプーチン政権によりますウクライナ侵略以降、欧州の
ロシア産原油に対する依存度が大幅に低下し、欧州がガス枯渇の事態に陥ることなくこの冬を乗り切ったことで、欧州のエネ供給に対するプーチン氏の影響力は決定的に弱まった可能性が指摘報道されております。こうして欧州など西側諸国がエネルギーの脱ロシア化ということを進めたことで、今後ロシアは経済的にさらに追い込まれる見通しと報道されております。こうした中、ロシアがファトフのブラックリスト入りということにもしなりますと、ファトフが制裁対象になる取引分野やその国の企業、団体、個人をして加盟国は制裁措置を定め実施することになると指摘されていることから、ロシア経済にとって非常に大きな打撃となる可能性が指摘されております。またファトフが春以降の5月から6月にあるのではないかと見られております次の会合で、ロシアをブラックリスト入りにする可能性が高いと報道されている中、ウクライナ軍は春以降ウクライナ南部などで大規模攻勢を行う可能性が指摘報道されておりまして、そうなりますとロシアプーチン政権は春以降の5月から6月頃にファトフのブラックリスト入りという情勢とウクライナ軍の大規模攻勢という2つの情勢に同時に直面する可能性も考えられると思われます。もしそうした事態が発生しますと、プーチン政権は5月から6月頃にかけて経済的にも軍事的にも大きな打撃を受ける可能性も否定できないように見えると思われます。他方こうした中、ウクライナの志願兵で構成する特殊部隊がロシア側に越境攻撃を行ったとする報道がされました。ウクライナ、ロシア領内の監視塔を破壊、軍が発表。ウクライナ軍は6日、ウクライナと国境を接するロシア西部ブリャンスク州の監視塔をドローン、無人機で破壊したと明らかにした。ウクライナ志願兵の特殊部隊、ロシア側に越境攻撃、自爆型無人機で監視塔を破壊。ウクライナの志願兵で構成する特殊部隊クラーケンは5日、自国と接するロシア西部ブリャンスク州にある監視塔を自爆型無人機で破壊したと SNS を通じて発表した。ウクライナ側が越境攻撃を発表するのは極めて異例だ。今月2日にはウクライナを拠点とするロシア部隊、ロシア義勇軍団が同州に侵入攻撃したとする声明を出している。越境攻撃を続けることでプーチンロシア政権の動揺を誘おうとした可能性がある。クラーケンは東部ハルキウ州拠点の特殊部隊で、ウクライナ国防省情報総局と連携している。監視塔を破壊した日時は明らかにしなかった。2日の侵入攻撃についてウクライナ側は関与を否定しているが、ロシア義勇軍団の創設者デニス・カプースチン氏は3日、イギリス紙の取材に対し、ウクライナ側の了解があったと主張した。ロシア情報機関、連邦保安局、FSB は6日の発表で、ロシア義勇軍団をウクライナの情報機関、保安局、SBU、傘下組織と位置づけた。このように報道されております。これは今後のウクライナ情勢を考えていく上で、一つの分岐点となる可能性もあるように見えると思います。今月2日にはウクライナを拠点とするロシア義勇軍団がロシア西部ブリャンスク州に侵入攻撃したとする声明を出していたと報道されておりますが、今回はですね、ウクライナの志願兵で構成する特殊部隊がロシア西部ブリャンスク州に越境攻撃を行ったと発表されております。ウクライナを拠点とするロシアの部隊、ロシア義勇軍団がロシア西部ブリャンスク州に侵入攻撃をするということと、ウクライナの志願兵で構成する特殊部隊が、つまりウクライナ側がロシア西部ブリャンスク州に越境攻撃をするということは、根本的に性質が異なっているというふうに見えると思いますので、このことは今回ウクライナ軍が一つ大きな軍事的な行動決断ということをしたように見えると思います。このことでウクライナ情勢はいよいよですね、ロシア国内に広がっていっている、そうしたように見えると思います。このことでロシア国内、ロシア国民内に大きな動揺が今後波及していく、そうした可能性も否定できないように見えると思います。こうした中、次のような報道がされました。ロシア民間軍事企業と軍部の不和激化。バフムト退却も。ロシアがウクライナ東部の要衝地バフムト占領に拍車をかける中で、攻勢を主導する民間軍事企業ワグネルグループとロシア国防省の間の不和が激化している。ロイター通信と AFP 通信が6日に伝えたところによると、
ワグネルグループ創設者のエフゲニー・プリゴジン氏はロシア国防省から自身の部隊が弾薬を受け取れずにいると指摘すると、この日、特別軍事作戦本部にワグネルグループ代表の出入りが禁止されたと明らかにした。プリゴジン氏は、我々は依然としてバフムトでウクライナ軍を撃破している。しかしこの日午前8時に本部所在代表は出入証が取り消されて本部へ接近できなくなったと話した。これに先立ちプリゴジン氏は週末に公開されたソーシャルメディア動画で、国防省が約束した弾薬を適時に伝達していないとしながら、ワグネルグループが今バフムトから退却するならば戦線全体が崩壊するだろうと警告した。彼は3日にバフムトを事実上包囲したと威勢を張ったが、軍部と圧力が生じるとバフムトから退却する可能性に言及したものだ。彼はもし退却するならば我々は敗戦へ進む重要な一歩を踏み出したものとして歴史に記録されるだろう。我々の部隊は高位層やさらに高い誰かによって敗北があらかじめ決まっているのではないか心配しているとも話した。最近プリゴジン氏はロシア国防省が自身に対する反感を理由にワグネルグループに対する物資支援を拒否し、このためにバフムトで深刻な損失を見たと主張している。これに対しロシア国防省は全く事実でないという立場だ。北大西洋条約機構 NATO の諜報部門の推計によれば、ウクライナ東部バフムトの戦闘で死亡した兵士の人数はウクライナ兵1人に対してロシア兵は少なくとも5人に上ることが分かった。当局者が CNN に明らかにした。アメリカシンクタンクの戦争研究所 ISW はロシア軍がバフムトを攻略しようとしたことで追加攻勢に出る能力が大きく損なわれたとの見方を示した。 ISW によればロシア軍は今後の攻勢作戦の継続に数ヶ月間は苦慮する可能性が高く、ウクライナが主導権を握る機会が生まれたという。このように報道されております。もし今後ワグネルがバフムトから後退またはですね撤退するような情勢にもしなった場合、バフムト方面のロシア軍の指揮統率というものは瓦解する可能性すらあるように見えまして、もしそうした状態が発生しますとバフムト方面のロシア軍は総崩れになる可能性すら否定できないように見えると思います。ただですね、ワグネルがバフムト方面から撤退する可能性は低いと個人的には見ております。他方ですね、ワグネルとロシア国防省との対立はますます深まっているように見えまして、そのことはプーチン政権ロシア軍の求心力低下ということにつながる可能性を含んでいるように見えます。こうした中、アメリカ国内でウクライナ軍のパイロットが F-16 の訓練に入ったと報道されました。 F-16 供与への布石、ウクライナ軍パイロットがアメリカで戦闘機の訓練開始。何のための訓練なのかは明らかに見えるが、アメリカ当局者は F-16 供与のための準備ではないと否定する。複数のメディアによれば、ウクライナ軍のパイロットがアメリカ国内で F-16 戦闘機の訓練に入った。正確にはどの程度の訓練が必要かの評価を受けている。 NBC ニュースは4日、選抜された2人のウクライナ軍兵士はアリゾナ州で F-16 戦闘機を含む航空機の訓練を完了するためにどのくらいの時間がかかるか調べるための評価を受けていると伝えた。また NBC は関係者の話として、参加するウクライナのパイロットの数は今後さらに増える可能性があると伝えている。いくつかの報道によれば、ウクライナパイロットは英語に堪能であることも条件に選ばれており、あと10人ほどがアメリカに派遣される予定だという。 CNN もウクライナ軍のパイロットがウクライナとアメリカの通常の軍事対話の一環としてアリゾナに来ていると伝えた。アリゾナ州でのこの習熟イベントとは、空軍兵士同士のディスカッションとアメリカ空軍の運用についての見学だと関係者は控えめに述べたという。この関係者はまた、このイベントの目的はウクライナ軍のパイロットの実戦能力引き上げに力を貸すとともに、能力を開発する方法についてアドバイスすることにあると述べた。 NBC によればシミュレーターを使った訓練も行われている。だが一方でこの関係者は、ウクライナへの F-16 の供与に関し発表できるような新しい情報はないと述べている。ウクライナのゼレンスキー大統領は2月にイギリスとフランス、ベルギーを歴訪した際、戦闘機は自由の翼だとして改めて供与を求めた。ゼレンスキー氏のロンドン訪問中、イギリス政府はウクライナ軍兵士戦闘機のパイロットを含むを対象とした訓練を今後拡大すると発表した。これはパイロットが先進的な NATO 標準の戦闘機を将来的に確実に飛ばすことができるようにするためだと、イギリス首相官邸は2月8日明らかにした。イギリスがウクライナ兵向けの訓練開始の予定を公式に明らかにしたことで、もっと前に始めるべきだった、
アメリカの行動の遅れが目立つ形になってしまったと、ワシントンに本拠を置くシンクタンクのジェームズタウン財団のグレン・ハワード会長は述べた。ウクライナのパイロットたちは F-16 を飛ばしたいという燃えるような欲求を抱えているとハワード氏は本誌に語った。つまりパイロットたちは F-16 について間違いなく何かを掴んで帰るだろうということだ。この訓練はアメリカが今後数ヶ月間に F-16 の供与を認める可能性が高いことを示している。そのために前もって撃った布石だと元イギリス陸軍士官のフランク・レドウィッチ氏は本誌に述べた。レドウィッチ氏はウクライナに F-16 の供与を行うかどうかの決定はいずれ行われるとの見方を示すとともに、実際にはパイロットだけでなく地上管制スタッフの訓練も必要になるだろうと述べた。だがアメリカ国防総省のコリン・カール次官政策担当は2月28日、まだアメリカも他の国も F-16 の供与を決めたわけではないとし、絶対に手にすることがないかもしれないシステムの訓練をウクライナ軍兵士に対して始めるとしたら、それは理にかなわない話だと暗に F-16 供与に向けた実戦訓練であることを否定した。このように報道されております。今後ロシアプーチン政権は1点目、ファトフのブラックリスト入りの可能性、2点目、ウクライナ軍の特殊部隊などが今後もロシア側に越境攻撃を行う可能性、3点目、アメリカがウクライナへの F-16 供与を決定する可能性、こうした情勢と直面する可能性が報道されていることになると思います。ロシアプーチン政権はさらなる経済的孤立とウクライナ軍の反撃、そして西側からのウクライナへの戦闘機供与の可能性、こうした情勢と直面する中、厳しい舵取りを迫られているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。